から何の決意がみなぎってんの？昔々、地球には人間とモンスターという二つの種族がいました。唐突やね。アンダーテール。ほい、ということで今回からこのアンダーテールというゲームをやっていきたいと思います。ボタン操作 A 確定、B キャンセル、X フィールドメニュー。HP が0になるとゲームオーバー。まあ普通な感じよね。はい、ゲームを始める。落ちた人間に名前をつけてください。落ちた人間？どこに？落ちた？もうわからんけど、とりあえず、私やろ？主人公ってことよね。なんなんこれ？なんかめっちゃ揺れまくっとって、選びにくいんですけど。ん？どこ行った？あ、上に戻った。はい、確定。アユナで。めっちゃ近づいてくるやん。なになになに？怖い怖い。ブルブルしよる。ん？あ、動かせるんか。びっくりした。なんか鼻の上で死んどんかと思ったわ。なんかこれね、すごい絵が可愛いよね。ドット絵。花？お。ハロー、僕はフラウィー。お花のフラウィーさ。そう、このフラウィーっていうキャラクターがね、私がしよるミートピアにも前に出てきとったけんさ。それで、君はこの地点世界に落ちてきたばかりだね。あ、そういう感じなんや。そっか、じゃあ、さとかし戸惑ってるだろうね。この世界のルールも知らないでしょ？それなら僕が教えてあげよう。準備はいい？行くよ。なになになに、なんか、魂が抜き取られたんやけど。そのハートはね、君の魂さ。君という存在そのものと言ってもいい。はじめはすごく弱い。けどレベルがたくさん上がると、どんどん強くなれるんだよ。心が強くなるってこと？レベルっていうのは、ラブ？つまり愛のことさ、そういうことな。君もラブが欲しいでしょ？待ってね、今僕がラブを分けてあげるから。ラブ？この世界ではね、ラブはこんな風に白くてちっちゃな仲良しカプセルに入れてプレゼントするんだ。それじゃあ行くよ。さあ、カプセル追いかけて。いっぱいいっぱい拾ってん、お。え、何？怖いんだけど顔。バカだね。この世界では殺すか殺されるかだ。こんな絶好のチャンスを逃すわけないだろ。何？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 めっちゃ怖いんだけど、死ね。え、そういう感じ。そういう感じ。ちょ。え、無理じゃね、無理じゃね、無理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 。なに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 、人玉みたいなのに来たけど。誰？情けないわね。罪もない子供をいじめるなんて。怖がらなくても大丈夫よ。私はトリエル。この遺跡の管理人です。あ、ここ遺跡なんや。毎日ここを見回って、落ちてきた子がいないか確認してるの。人間がこの世界に来たのは本当に久しぶり。さあ、行きましょう。遺跡を案内してあげるわ。こっちよ。なんなんこれ。落ちてきたってどういうことなん？これ踏んで大丈夫なんか？何これ？そびえ立つ遺跡を目の当たりにして決意がみなぎった。HP が満タン、あ、回復？なるほどね。あ、セーブもできるんや。へぇー。あ、待っとってくれるんやね。さあ、あなたは今日からここで暮らすのよ。遺跡の仕掛けについて教えておくわね。今日からここで暮らす？嫌なんだけど。ここにはたくさんのパズルがあるの。侵入者を撃退する昔からの技術よ。部屋を移動するときはパズルを解かないといけないわ。だからよく見て慣れておいてね。え？この4つを押せばいいの？先へ進みたくば迷いを捨てよ。真の勇者も愚か者も中間の道は歩まず。ああ、真ん中は踏まないってこと。この先へ進むには正しいスイッチを押さないといけないの。でも大丈夫。ちゃんと印をつけておいたから。印つけてたら侵入者入り放題じゃない。看板の前で A を押すと読める。まあ、これを読んでる時点でね。ひとたび道を定めたら心を変えることなかれ。どういうこと？めっちゃ印つけとるやん。やば。わかりやすすぎ。最初のスイッチはそこの壁にあるわ。あ、押せと。押した押した。で、これ？おお。よくできました。偉いわね。さあ、次のお部屋進みましょう。でもここはヒントの意味がよくわからんかったんやけど。こっちって決めたら、そっちのままでいいの？あなたは人間だからモンスターに襲われることもあるでしょう。あれモンスター？その時にどうすればいいか知っておかないといけませんよ。大丈夫。とっても簡単ですからね。モンスターに遭遇するとバトルが始まるわ。バトル中はモンスターと仲良くおしゃべりをするのよ。そういう感じなん？バトル？そうやって時間を稼いで私の助けを待ってね。ああ、なるほどなるほど。助けに来てくれるん。試しにそのマネキンに話しかけてごらんなさい。ふんふん。マネキンかこれ。
おう。マネキンが現れた。なんか戦う行動アイテム見逃す。全然何も行動できんねえけど。なにこれなにこれなにこれ。どういう状態かがよくわからんけど、とりあえず You win。あらあら、マネキンはバトル用じゃないわ。おしゃべりの相手よ。怪我をさせたら大変でしょ。こっちへいらっしゃい。怪我をさせたらマネキンにってこと。この先にもう一つパズルがあるわ。あなたに解けるかしら。え、解きます。解いてみせます。どれどれ。え、なになに。めっちゃびっくりする。なに、なんか襲われたんですけど。大丈夫これ。戦うしかできんの。そしてこの仕組みがよくわからんけど。あ、来た。え、怖いよ、顔。なに、あれ、睨んでるだけじゃないの。なんか、あなたの方が怖いんですけど、大丈夫。西の間は東の間の青写真。西の間は東の間の青写真。要はなんかそのまんま、そのまんまというか、なんか左右対称になってるってこと？ねえ、ちょっと。これがそのパズルよ。でも、ここは手をつないで一緒に渡りましょう。ほう。ちゃんと後ろ向いて、後ろをなんか気にしてくれとるね。え、なん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 、なんかトゲが。これは？なんかこのトリエルやっけ。トリエルがトゲをなくしてるの？それとも幻覚でトゲが見えとるだけとかそういう。あなたにパズルはまだ危険すぎるものね。え？結局私解いてないやん、なんも。ここまではとても上手にできたわね。でも次はすごく辛いお願いをしなければならないの。この部屋の向こうの端まで一人で歩いていくのよ。どうか悪く思わないでちょうだいね。え、何？意味がわからないんだけど。別に歩くぐらい歩くよ。え、ちょっとでも道を逸れたらいかんとかそういう感じ？まっすぐまっすぐ行った方がいいんかな。なに？怖いんだけど。なんか音楽も怖いんだけど、なに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 ？何が起こるの？すごく辛いお願いとか言われたけど。そしていつもに比べてトリエル歩くのがすごく早いんですが。え、なに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 ？おぉ。よくできました。安心してちょうだい。置いていったりしないわ。この柱の陰に隠れてずっと見ていたのよ。私を信じてくれてありがとう。でもね、この練習にはとても大事な意味があったの。一人でお留守番できるかテストをしたのよ。お留守番。私はちょっと用事があるからお留守番していてね。ここで待っているのよ。一人で歩き回ると危ないですからね。こうしましょう。あなたに携帯を渡しておくわ。用があるときはそれで電話するのよ。それじゃお利口さんにしていてね。ここで？ここで待つの？え、めっちゃ暇やん。ポン。挨拶する。トリエルについてママと呼ぶ。くどく。誰を？トリエルについて。はい、トリエルです。私のことをもっと知りたいの？そうね、あえてお話しするようなことはないのよ。私はただのおせっかいなおばさんだもの。え、切れた。ちょ待って、挨拶する。挨拶からじゃない、普通。はい、トリエルです。え、挨拶したかっただけ？そう。じゃあごきげんよう。これで満足かしら。ママと呼ぶ。はい、トリエルです。え、あなた今私をママって呼んだ？まあ、あなたは私をママって呼びたいの？あなたがそうしたいなら全然構わないわ。好きなように呼んでちょうだいね。慣れしん電話かけてきたんって感じじゃない？くどく。え、まあ、ふふふ、あは、かわいいわね。ほっぺをギュッてしてあげたくなっちゃう。私みたいなおばさんよりいい人が見つかるはずよ。まあ私女ですけどね。何？暇になったんですけど、何もすることがないんですけど、出発していいかな。何？電話かかってきた。もしもし、トリエルです。お部屋から出たりしていないわよね。監視されてない。大丈夫？なんかどっかにカメラ仕掛けられとやね。その先にはまだ説明していないパズルがあるの。一人で行くと危ないですからね。お利口さんに待っているのよ。怖い。てかあれ、敵ってさ、なんかドラクエみたいに、いや最近のドラクエは違うか。なんか、え、フィールド上に出てくるんやっけ。あ、話せるの。人間さん聞いてけろ。あれやね、あのいいスライムみたいな感じ。モンスターとのバトルのことでいいことを教えてあげるけど、何か特別な行動をとったり、戦って相手を瀕死の状態にすると相手が戦う意思をなくすことがあるけど、モンスターが戦いたくなさそうにしていたら見逃してあげてほしいけど。見逃す？これあれやん、セーブのやつやろ。落ち葉をカサカサ言わせて遊んだら決意がみなぎった。さっきから何の決意がみなぎってんの？あ、でも回復する。うん、何何、びっくり。
はあ、え、あ、選べるようになってる。戦う行動アイテム見逃す。まあ、とりあえず戦おう。これどこで何をすればいいんかがよく、何あれ、あー、何怖い。黒木はなぜ自分がここにいるのかわからないようだ。どういうこと。行動分析、褒める、脅す。脅す褒める、言葉の意味は理解できないよ。あ、それでも照れてる。照れるんやね。照れてる。何これあれやんね、最初のあのフラウィーとかいうやつ、あれみたいな感じで攻撃ってことよね。あまり戦いたくない。じゃあほら逃がす。イエーイ。あれでも勝ったことになるんやね。何これ、お一つどうぞと書いてある。キャンディーを一つもらう。お、もらう。キャンディーを一つ手に入れた。 X を押すとメニューが開く。メニュー、アイテム。モンスター飴やって大丈夫なのかな、人間が食べても。ちょっとよくわからないけど、へえー、びっくりモンスターが出てくるためにびっくりするんやけど、やば。ふぅ、ぴょんぴょん。お、焦る。あ、あ、体力が減った。行ったり来たり飛び跳ねている。これはどこで止めれば攻撃が、うっとっとっと強くなるんやろ。てかなんかさ、フラウィーやっけ、フラウィーの時となんか違くない。あの時なんかもうちょっとさ丸っこいやつじゃなかったっけ、飛んできよったの。なんか虫の羽みたいな。なにこれ、なんもないんやけど。あー、落ちた落ちた。え、え、ん、なにこれ、え、落ちるんですけど。あ、こ、え、こっち、あ、そういうことね。なるほど。なるほど。なに、もしもし、トリエルです。特に深い意味はないんだけれど、どちらか選ぶなら、シナモン？それともバタースコッチ？バタスコ。そう、わかったわ。教えてくれてありがとう。ふんふん。何？もしもし、トリエルです。別にシナモンが嫌いってわけじゃないのよね。どちらかといえばっていう意味よね。例えば別の方がおやつに出されたら食べずに残す？そう、そうなのね。よくわかったわ。しつこく聞いてごめんなさいね。なんか怖くない？なんか怖くない？灰色の岩4つのうち3つが押されることを望む。何それ、岩の気持ち。え、岩の気持ち、ちょっとよくわからんねえけど。敵は、なんかこのフロギーっていうやつがスライム的な感じなんかな。なぜ自分がここにいるのか。とりあえず、脅したらどうなる。言葉の意味を理解できないようだ。それでも怖がっている。ブルブル。おっと。あまり戦いたくない。逃がそう。イエーイ。これでいい。え、あれ、あと3つは。なんか4つのうち3つが押されることを望んでいるじゃなかったっけ。え、これ穴開くやつやん。ほらーほらー、なんなん、落ち葉を踏まないで。え、私今思いっきり踏んできたけど。あ、あ、そういう、これ上と連動してるってこと？え、ちょ、待って。ってことは、え、ここ。あー、なに？もうビビる。なに？泣き虫って。なんかにじり寄ってきたよ。は。これもしかして2匹同時に攻撃してくるパターンですか？怖すぎるんですけど、無理無理無理。え、怖っ。泣き虫とかあれじゃない、ちょっと。慰める。話しかけたら泣き虫は突然泣き出し逃げていった。あら、逃げたわ。大丈夫。あー、フロギー。戦おっか。よし。逃げていっても、あれなんやねん。にゃー。なぜ猫。あ、逃げていってもなんかそこに、あ、逃げようとしてる。逃がすよ。影は残っとんやね。ああ、もうなんか、位置を忘れてしまいそうだわ。とりあえず、ここ大丈夫やったよね。ここ大丈夫で。え？どの辺やったっけ？こう。ああ！お、落ちた！そこはダメだったか。あ、その一歩手前ね、オッケー。
なるほどなるほど。はい、覚えた。もう覚えたよ。大丈夫。ちびカビに行く手を塞がれた。誰なんちびカビ。よくわからんけど。ねえ、何気持ち悪い。ああ、何そういうのやめて。考え込んでいる。分析、真似をする、くどく。くどいたらいいんじゃない？なんか、セクシー系やったし。お尻をプルプル振った。ちびかみもプルプル返した。有意義なのか、これ。有意義なやりとりだ。何？やめて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 、怖い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 。なんか攻撃パターンがいっぱいあるんやね。ちびかびは静かにゴボゴボ音を立てている。怖っ。真似をする。ちびかびのそばにじっと横たわった。世の中のことが少し分かったような気がした。なぜ？絶対分からんやん。おはよう。ライムゼリーの匂いが漂っている。ライムゼリー？なぜ？くどく。スライムっぽい音。スライムっぽい音。あー、怖い！怖い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 ！ちびかびは悲しげにじっと待っている。悲しげ？何？悲しげ？何が悲しいの？ちょっとよくわからないんだけど。悲しい？逃がしてあげたらいいんかな？あー、怖い！ちょ、待って。逃がそう。ふぅ。逃がしてもゴールド手に入るんやね。てか、モンスターによって行動の部分がなんか全然違うんやなって思った。え、怖い。効果！おー、いけたー！あ、これ？残りの3つ。このうち、1つが、何？ちょっと待った！オイラを押してどかそうったって、そうは問屋が下ろされんやい！え？岩？あん？お願いですから動いてくださいだ。たくしょうがねえな。今回だけ特別だぜ。いや、もっと動けよ。あん？もっと動けだ？もうそのまんま。ほらよ、これでどうだい？え、違う、方向違うから。あん？上じゃなくて横に動けだ？あーって、こういうことだろ。そう、そういうこと。え、でもさ、4つのうち3つが、押されることを望んでいるって言ったよね。あいつ望んでなかったんじゃない？大丈夫？動かして。にじり寄ってこないでいただきたいけど。とりあえず、泣き虫はさ、話しかけたら逃げるんじゃない？慰めよ。ほら、やっぱり、そういうモンスターなんかな、あの子は。ちょっと近づいてこないで。なんか増えた？え、古着の勇ましさに足がすくんでしまった。嘘ぴょーん。ムカつくね。ムカつくね、絶対。うおっと、危ね。かわいいけど。お、これは。これは逃がし。逃げんのかい。行動した方がいいってことか。あたりにはからしの種の匂いが充満している。なぜ？ちょっとよくわからないよ。褒めよ。褒めたのに攻撃されるっていう。あっ！キャー！ぶつかっていってしまった。これで OK か。なるほど。で、大丈夫なんかな。ちょっと待って、動いたね。ちょっと動かないでくれる？あ？じっとしてろだ？ったく何度も行ったり来たりさせやがって。だからじっとしてればいいんだよ。大丈夫もう。だったら最初からそう言っといてくれよな。何それ、もうちょっとで串刺しになるところやったやんし。お、何あれ、チーズ？あ、これネズミやない？なんかそういう仕掛け？いつかネズミは巣穴から出てチーズをかじるかもしれない。そう思ったら決意がみなぎった。どういうこと？このチーズはかなり前から置きっぱなしのようだ。テーブルにくっついて取れない。じゃあずっとネズミ出てきてないってこと？チューチュー言いよるよ。なにこれ？え？なにこれ？通れんねえけど。グーグーグー。え？寝てるの？グーグーグー。これキャラクターなの？グーグーグー。まだいるの？たぬき寝入りすんなし。このお化けはグーグーと言い続けて寝たふりをしている。無理やりどかす？はい。え？気持ち悪いんやけど、なんか、ナプスタブルークがやってきた。やってこないでください。え？怖い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 。あー、何？うわ！涙！ああ！何それ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 ！怖い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 ！え、
クッとプラズマの匂いがほのかに漂っている。何どんな匂いかがよくわからん。え、てか強くないこいつ。分析クドコ脅す励ます。泣きよったよね今。励ましてあげよう。ナプスタブルクに我慢強く微笑みかけた。はは、何その乾いた笑い、やめて。ごめん、なんか全然やる気出ないや。何怖い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 、それ攻撃。ナップスタブルクは少しだけ元気になったようだ。ずっと励まし続けてあげよっか。あ、間違えた間違えた、ごめんね。別にいいよ、どうぞ。あ、攻撃に変わった、攻撃に変わった。ちょちょ、怖い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 、ごめんなさい。なんでなんで元気になったの、脅したのに。意味がわからないんだけど。とりあえず励まそう。ナップスタブルークにちょっとした冗談を言った。ははは、その乾いた笑いをやめてください。やっぱり攻撃やん。気に入らなかった、気に入らなかったの、そのジョークが。ナップスタブルークをもう少し元気づけることができた。はい、ナップスタブルークは何かを見せたいようだ。何、ちょっと見てて。何何何、ヒヤリハットって言うんだ。なん、上に向かっていくと面白い。なんか攻撃してこなくなった。ナップスタブルークはワクワクしながら反応を待ってる。どういう反応すればいいのこれどういう反応すればいいの、励ませばいいのか、え、わかんねえ。なんか喜ぶとかさ、え、え、びっくりした、気に入らんかったんかと思った反応が。いつもね、誰にも会いたくないからこの遺跡にいるんだけどね。でも今日はね、いい人に出会っちゃった。ごめん、自分語りするのが癖でつい。全然いいよ、邪魔だよね。今どくね。あれ、いなくなった。え、いなくなるの、あ、そういう感じですかえ、あ、そういう感じなんですね。はい、見落としていませんか。スパイダースイーツ即売会は戻って右側です。雲で作った雲のためのスイーツをどうぞお楽しみください。雲のため、私のためではないってこと。まあ、でも戻って右側ね。はあ、友達が僕の話を聞いてくれないけど、僕が話し始めると B を押してスキップしちゃうけど、そうけど B を押してスキップしちゃうんだけど、でもあなたはちゃんと聞いてくれるけどね。ほうほう、フレームは景色に彩りを添えてくれるけど、ゲームをロードする前に設定メニューでフレームを選べるらしいけど、だけどもカエルのフレームはないらしいけど、意味ないけど。ここはあれか、ゲームのヒントというか、なんかそういう感じのことが聞けるってこと。動かし方とかそういう、なんていう、裏技というか、何あれ、なんて読むあれ、ミニボス。はい、寄ってこないでいただきたいんだけど。てかちょっと待って、体力がちょっとさ、やばいんだよね。逃げる、なんで逃がす、わからん、逃げよう。何、ハートが出ていったハートが出ていったよ。あなたは人間にしては平和主義だと聞いたけど、誰から。もう気づいてると思うけども、逃がせるようになったモンスターは名前が黄色に変わるけど。あ、そういうこと。へえ、今知ったよそれについてどう思うけど。とても便利、僕もそう思うけど。いいけど、逃がすというのは戦いたくないという意味。相手の名前が黄色じゃなくても逃がさなきゃいけない時が来るかもけど。え、どういうこと、逃がせるの。え、逃がせるんですかそれ。逃がせる状態になったら黄色くなるんよね。戻って右側って言ったけど、こっちよね。スイーツ販売会、発売会、販売会はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか戦闘の仕組みが私はいまいちまだ分かってないけど、でもまあいろんな選択肢があって楽しいね。てかトリエルさんやっけ、帰ってくるんかなおらんで大丈夫私。